これですともう雲でーはい、名人だあ、いよいよもクローブやってきましたよ。はい、もうあのエクバブもクローブ進出ということで。なるほど。あの、はい、初、まあ触った感じのそのガンダムですね。ガンダム迷った挙句のガンダム、迷った挙句のガンダム、まあキャラパ高いからですよね。この射撃 CS が強いみたいですね。いや、この射撃 CS がもうね、全機体中のね、もうトップクラスの強さを誇ってますよ。まあ、あいつもね、2000の中でのレールガンだいぶ強いという、IWSP ですね。IWSP あれも強いですよね。まあ、あれもすごい火力出ます、はい、まあ、次元強化っていうその強みっていうか、今弱みが、ね、まあ、強みでもあり弱みでもある、はい、分かりやすいのはあるんだけど、それでもまあ、通り越して強い。まあ、そうですね。あと、このガンダム、カウンターも持ってて、なんかあの、そう、ハンマーも持ってるんですよね。ああね、横、うん、ガンダムハンマー、ガンダムハンマー、ブンブン。結構なんか巻き込めるのかなっていう、まあ、ああ確かにはなかったけど、あ確かにね、横の、そう、横角ハンマーすごい巻き込みすごいですよね。ね、そう、ちょっと試合がね、だいぶあのもう進んじゃってる。はい、気がつけばあの終わりそうなぐらいに。この機体、このガンダムなんですけど、まあ、オリテクがないっぽいんですよね。あ、確かにオリテクらしいものが。そう、アシストはね、結構豊富で、3種類ぐらい、4種類かなんかあったんだけど。あ、すごい豊富だね。そう、ただオリテクがないっていう。まあ、ちょっと着地取られやすい機体って感じかな。そう、足止めちゃうからね、この、そう、撃つ武装すべて。なるほど、なるほど。まあ、まあ弱みかなっていう。まあまあ、それをまあ補ってあまりあるその射撃 CS でまあダメージ取ってくって機会なんで、でまあ終わっちゃいましたけど、あの、はい、初戦は負けということで、ね、ボコボコにされてましたね、はい、まあガンダムはね、また別の日にちょっと取ってこようかなっていう。ああ、なるほど。今回もいいです。でね、もう2戦目なんですけど、ガンダムやめて次何乗るかって、あのやっぱ高コストをずっと乗ってたんで、ペーネロペ、ペーネロペ、もう初心、やっぱ初心者はとりあえずペーネロペから入るでだよね。このマキオンもクロブも、ああ、まあメイン行ってはまあ世界が回るみたいな感じで強いですからね。そう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 、もうメインのね、なんかあのミサイルがね、おまけで出てくる、あのミサイルが強い。もうミサイルが本体、おまけじゃなくて、その本体を押し付けていくみたいな。そうそうそう、遠距離からまあ押し付けていくっていう機体で、ちょっと前に修正が入って、そのピョンにあのなんかまたミサイルのおまけが追加されたみたいな。あ、くるっと回るやつに付属してない2個出てきますよね。そうそうそう、そう、それでもう あんまり使わなかったあのこれっていうあれがまあ結構対応するようになった。まあ、あのリロードするまではもう出し切って、またリロードしてからまた出してって感じで圧かけて。そうそう、まあ、あのクルッとするの自体は段数はとな消費しないみたいな、あの特シードは消費しない、まあ、無限で、ね、ただその代わりに、まあ、あの高度上げるよみたいな。あ、まあ、高度が上がっちゃうって感じなんだ。そう、まあ、でもね、キャンセルルート的にはだいぶ、ね、使いやすい部類で、いろんなとこにキャンセルできて、キャンセルしてキャンセルみたいなのもできる。あ、まあ、いろいろ、まあ、動きが豊富っていうか、ね、あっと、ね、敗色濃厚な試合ですけども、まあ見てる感じちょっと まずい状態ですよね。ね、何がってやん、ちょっとクロブはね、初心者にはちょっとね、なかなか難しいというかね。まあ、そうですね、初心者にはちょっと厳しいかなって。ほっとでね、入っていきなり勝てるようなゲームではないなと思いましたね、はい、まあ確かに。はい、3試合目です。あ、これもペーネロペですね。で、近々、まあ、アップデートであの修正入ったあのフルバーニャン君ですね、相手。まあ、なんか2体ともフルバーニャン、フルバーニャン、フルバーニャンですよ、ね、まあまあまあね、まあ、ね、まあ、あのいくら、ね、火力が上がったとでね、あのやっぱ3000の火力にはかなわないよ。そらね、まあ火力上がって使いやすくなったって、まあね、でもね、やっぱりね、その2000はね、このペーネロペのこの弾幕にはね、あのかなわない、さすがに勝てない。そう、あのちょっと、ま、移動とかやそのごまかしてもね、あのやっぱミサイルはね、あの貫いてくれる。うん、それ雑に打っても強いもん。まあ、確かに雑に打っても当たってるイメージあるかな。そう、とりあえず、まあ、パネルミサイル巻いて、もうメイン、もうパン。っていうか、ブースト量もね、もうコストが違うから、もう、そもそも、そう、さらに、なんか有利だからね。
ガン有利なんで、ね、相手を追いかけてひたすらメイン巻いてね、もうぶつけていくだけでも全然、ね、勝てるかな。相手は避けるの精一杯で、あとね、対応してるこのミサイルじゃない、照射ビーム4本ブワーって出てくるやつ、あのね、クルッとマットバーって出してる、あれ、ためは入るけども、その結構範囲がでかくてなかなか当てれるね、まあ事故らしていける武装って感じですね。横に動いた相手にもちゃんと入るっていう強みがある、まあ、なんなら近くで言ったら横打つと取るんじゃないかなってぐらいね。で結構範囲ね でかいんだあれ、まあ、それも、ね、まあ隙あれば狙っていっちゃいいのかなって感じですよね。そう、まあ結構リロードは早くて、ガンガンもう狙えるみたいな。これ格闘はどうなんだろう、いけるのかな。格闘はね、正直そんなにだったと思う。ああ、もう今ちょっとかっこいいランブ派生。そう、ランブ派生、かっこいい、かっこいいけど、まあかっこいいよねぐらいだとね思う。実用性はともかくとして。この機体ね、足はねそんなに、速いわけではなく、でなおかつ結構図体でかい。まあ確かに当たり判定はちょっと大きいかなって見てたもん。そうで、特格もね、ブースト使って高度上げちゃうタイプで、まあちょっとブーストダッシュっていうか、まあ、あれですよね、足回りがまあ丸くてもうちょっと大きくてちょっと当たりやすい、まあ、まあ、なかなか難しい、だからあんまり、ね、そう、あんまりその脳死でなんかババってコマンドパンパン押してたら好きっていうか取られちゃうから、まあ、そのあたりはね気をつけながらで降りていくとしては、Nサブがとりあえずキャンセルしたら降りるみたいな、まあ、あれですね、落下するって感じで、そう、特格から N サブでも特格メインでもまあ降りるんだけど、そのメインから N サブでも、あ、じゃあ、レバイレサブか、レバイレサブで降りるみたいな。まあ降りてくるだけでも全然違ってくるから、ね、ない機体に比べたら全然足回りはいいと思うけど、でなんとか勝ちました。これはフリーダムがねだいぶ頑張ってくれたかな。まあまあ頑張って爆弾したんでね。はい、以上ペネロペでした。ペネロペ。はい、4試合目見ましょうか。4試合目はね、バルバトスループスレックスですね。見つけた。マキオンで結構乗ってたよな。まあまあマキオンでねちょこちょこランクマとかで乗ってた機体なんだけど、チャック・クロブでもまあ触ってみようかなって。あんまり、ね、その大きな変更点はないから。でシナンジュがねなんか強くなったらしくて、めちゃくちゃ騒がれてる。まあね、まあ強、まあ、元から別にそこまで弱くはなかったけど、アップデートでさらに強化してね、もうなんかめちゃくちゃ強くなってる。でこのレックスに関して言うならば、特格の前角派生みたいなのが強いみたいな、クロブってね、もっとここもなんか、ね、マキオンからまあ2作品ぐらい、ね、離れてクロブじゃないですか。まあまあまあいろいろまあテコ入って、マキオンよりはさすがになんかまあまあ自由は効くんかなって見てて思うんですけど、まあ、そう、変更点としては、まあ、覚醒中がね、その尻尾展開がなくなったみたいな。ああまあね、角度決めてる最中たまに刺さってダメージ下がってましたよね。火力がね追いつかなかったから、覚醒入っても、はい、まあそれはちょっと美味しいかなっていうのもあるし、まあうん、たまに助けられる場面もあるから、まあ一長一短っていうか、そう、ね、まあいい場面もあれば悪い場面もある感じですね。あとまあ気のせいか気のせいじゃないかは知らないけど、射撃チャージがね刺さんなくなってる。ああなるほどなるほど。マキオン感覚でねこのクロブで使っても刺さんない。まあで逆に格闘チャージがすごい強い。ね、格闘チャージが強くなって、うん、なんかめっちゃ刺さる。でもねクロブやっててもあんまりレックスって対面しないからちょっと分かんないんだよね。まあなんかあんまりいないよね。大体バイルだよね。ああもうバイル、バイルめっちゃ多いよね。マキオンもクロブもバイル。そう楽しいんだけどね、まあ、まあ見ててなんか、うん、すごいスタイリッシュで楽しそうって感じはするんだけど、うん、まあタイプはねまああれだけど。で特格からの変形イメージでゲームセットの、まあクロブはちょっといろんな機体をね乗っていこうかなって。まあまあいいじゃないですか、目標として、目標として、うんうん、